日本サッカーが世界で勝つためにプレーモデルが必要だと言われています。全てではないですが、日本の選手はサッカー選手としての基本となるプレー原則をあまり学ばずに、いきなりチーム戦術を教えられます。そのためチームのやり方が変わると自分の良さを出せなくなる選手を多く見かけます。また試合中歯車が狂って自分たちのサッカーができない時、状況に合わせてプレーを変えることが得意ではありません。その原因は、日本では幼少期にまず型にはめずに自由にプレーさせ、基本的なサッカーの原則をあまり教えず、年代を経てからチーム戦術を徐々に教え込むような指導が多かったからだと思われます。そしてサッカーを原則で教えるところを、その時その時の状況で指導してきたことも原因の一つでしょう。日本の指導者は真面目で、選手たちは学習能力も高い。そして様々な国から情報が入ってきて、トレーニングメニューや戦術論の情報も溢れかえっています。しかしこれまで日本にはプレー原則を体系化したプレーモデルがありませんでした。そのため指導者がサッカーの全体像とサッカーの個々の要素を一本の線のようにつなげながら体系的に理解し指導することが難しかったように思います。スペインではプレーモデルというサッカーの型があり、サッカー少年たちはそのプレーモデルを16歳までに身につけさせられます。そしてその後は選手たちに自由にプレーさせます。つまりサッカーの原理原則を理解することによって、選手たちはコーチや監督、戦い方が変わっても局面局面で正しい判断ができるようになります。例えば自分で判断しなければならない場面で、監督やコーチの指示に耳を傾けてばかりいる選手はいつまでたっても主体的にサッカーができるようになりません。サッカーのプレー原則を体系化することは次の5つのメリットがあります。1つ目、サッカーの全体像と個々のサッカーのプレー要素のつながりが理解しやすくなる。2つ目、プレー原則を用いると指導者が選手にサッカーを伝えやすくなる。3つ目、ゲームを明確に分析できるようになる。4つ目、長期的なトレーニング計画が立てやすくなる。5つ目、指導の振り返りがしやすくなり、次に生かすことができる。次回から説明するプレー原則の動画で、サッカーの根本、基本的な考えをプレー原則と言っていきます。プレー原則を指導者が理解することで、サッカーの原理原則から選手を導くことになるので、プレー原則をプレーの基準や判断材料として自ら解決策を見つけることができる。自立した選手を育てることができるようになります。目安としては、サッカー選手の土台として16歳までにプレー原則を身につけることで、その後チーム戦術に従ってプレーするとき自分の良さを発揮し、状況に応じて柔軟に対応し、生き生きとプレーができるようになります。次回からサッカーのプレー原則を噛み砕いて説明していきます。何度も見て実践することで自立したサッカー選手がいっぱい育っていくことを願います。では次の動画をお楽しみに。見逃さないようにチャンネル登録しておいてくださいね。